ハイアイルは基本的にとても平和だし、ここが好きだ。本土の混沌を忘れ、ゆっくりできるから。この島の気候は独特で、あらゆる種類の奇妙で美しいものを育んでいるわ。朝の後ろに乗って大切な荷物が届くはずだったんだけど、来てなくてね。我々がどうしていないと人々に信じさせなければならない。遠い昔、私たちドルイドはタムリエルとその苦しみを後にしたの。でもここで私たちの古き道は生き残った。騎士は持っている武器ではなく、誰と共にあるかで判断されるべきだと思っているわ。こうして島の燃える心臓が見えると、自然の秩序の雄大さと力がわかるだろう。自然の均衡が崩れてるんだ。嵐、そして炎が古き体制を打ち倒すだろう。この下だな。こんなところで鉱物収集。ここみたいだね。援護する。カリン船長。どうも。目標の場所に着いたら驚いたわ。地図通り洞窟らしきものがあった。で、洞窟は調べたのか船長。単独で？いや。いいえ、あなたを待ってたのよ。探そうとしなければ入り口に気づきさえしなかったと思う。きっと超越騎士団はこの場所を選んだんだよ。島と船の共通点はネズミが必ずいるってことくらいか。なるほど。中に入って様子を伺おう。一人じゃ行かせないわよ。騎士団が全員中で会合してるんだから。運が良ければスピアヘッド号をナンパさせた連中を叩き潰してやれる。なるほど。行きましょう。わかった船長。汚された洞窟。怪我されたかもしれない。いるね。頭をぶっ飛ばして。確かにでもいるな。輸送計画。お前が探す積み荷は3隻の船に分けて輸送されている。いずれも行き先はハイアイルのゴンファローネ湾だ。わしはスカイウォッチから出航するパーフェクトパウンスに乗る。ジミラ船長の船だね。違ったかな。いや、パーフェクトパウンス号はあれだ、ザジの船だ。獅子はウェイレストからスピアヘッドに乗る。ひな鳥はリルモスから、カマルズベインに乗る。それぞれの船には、磁鉄鋼が設置されているので、我々は船を追跡し密かに、航路を変更させ嵐の標的にできる。なるほど。北東の地平線に現れる雲に注意し、嵐が見えたら移動せよ。嵐が標的を殺さなかった場合、後始末の用意をしておけ。超越の魔導士。奴ら全部知ってた。誰をどこへ運んでるのかをね。そうみたいだな。どうやって知った？どうやって知ったんだろうな。それが答えになりそうな気がしないでもないけど。
叩きを打って。大丈夫だ。あれだ。カバナントの帳簿兵。いろいろいるな。かつてお前はこの戦争を焚きつける暴君たちを膝に暴君たちに膝を屈した。今超越騎士団の外砲を身につけることでお前の真の目的は明らかになった。小型ロッカーには任務を遂行するために必要な、材料が入っている。軽流の、かかり止めかな、自鉄鋼と秘術の印だ。自鉄鋼をマストの根元に設置し、その上に、その上に記された秘術の言葉を読み上げよ。そうすれば我々に船の位置が伝えられ。火で炙ったスクリブのさなぎが懐かしいよ。今じゃない。甘くてカリッとしてて。今じゃないでしょう。うん、食いたきゃ食えよ。どこまで読んだ。そうすれば我々に船の位置が伝えられ、嵐を海上に固定できるようになる。雲が接近しているのが見えたら、印を半分に折れ。印にはマジカを薄める強力な波動が込められており、暴君たちの、逃走を防いでくれる。なるほど。暴君どもが死ねば、未来は我々の自由になる。船が破壊され、お前たちが漂着したら、トールドライオクの近くの、怪我された洞窟で正当な報酬を受け取るがよい。あの自鉄鋼、私の船に乗ってた。あれのせいで嵐が私たちを狙ったんだ。しかもあれだな、帳簿兵として潜入していたんだね、きっとこいつらが。レディ・アラベルは正しかったみたいだね。身内に裏切り者がいる。タミカのダークラムをおごらないと。誰かが超越騎士団に私たちの計画を教えたんだ。そしてどうにかして自鉄鋼を使って尾行し、あの嵐で私たちを狙ったのよ。うん、ハイアイルへの同盟の指導者たちを連れていく計画がどれくらいの人が知っていたんだ。数は多くないわ。レディ・アラベル、バカロ教と彼の上級顧問数人、3人の船長、エリア女公爵と数人の貴族、あとは同盟の指導者たちが情報を漏らした相手くらいね。宮廷ってのは沈む船みたいによく話を漏らすのよね。他の船長たちと連絡はしていたのか。前に少しだけ会ったわ。その後私たちはそれぞれ別の回り道を通ってここに来た。うん、他の船とは諸島のすぐ近くに来るまで出会わなかったわ。なるほどね。何にせよこれで超越騎士団が密偵たちをどう処遇してるかが分かったね。うん、どういうことだ。周りを見て、この裏切り者どもは嵐とナンパを生き延びてここに戻ってきた。命じられた通りにね。それだけ苦労して彼らが得たものは何？心臓へのひとつきよ。さあここを出てレディ・アラベルに報告しましょう。うん、この情報はできるだけ早くレディ・アラベルに伝えよう。ただもうあと2箇所回る必要があるな。おっ、ネズちゃんごめんね。全員たちの敵を撃って。
まるでデコイのようにネズミたちがいるな。よし、あ、なるほどね、一周してんのか。おお、なるほど、そういうことか。よっ、なるほどね。すげえな。今見たけど。で、次だ。次はこれか。ディフォート造船所。あれ、行っちゃった。もう少しで倒せたのに。これ何？なんかいるな。ソーグリッド。これなんだ。アッシュホッパー。あれ、離せない。やばいやばいやばい。すがダークエル。用がものともしない。熱くないのかメンリー。さすがに熱いでしょうよ、クラダークエルとはいえ。あれはなんかいろいろあるな。ドルイドの祠、祈る。わかんないけど祈ってる。なんだ、なんかバフもらったけど。ドルイドの祝福、ダッシュ消費 40% でか。いいね。しかも30分、これは嬉しい。誰かいたのかな。なんかあれだな、壊れちゃってる。ドルイドがいたんじゃないのこれ。ハイエルのベッド、シングル。これは？入れないか。崩れちゃってるね。ドルイドが住んでたのか、ここに。どうやら。you
おお、やったな。いいぞ。俺もいいものを見つけた。じゃあかん。あれ、お前だったの。おい、あんたを待つ間に少し嗅ぎ回ってみたんだ。倉庫長あるのを覚えてるか。覚えてるよ、嘘ついたやつ、ね、俺たちの船を超越騎士団に売った卑劣なやつだよ、うん、港で聞いた話じゃあいつはここにいるらしい。やつは自分のボスも怒らせたようだぞ。なるほどね。なんかあれでしょ、あの金銭のあの上増しを求めてでしょ。よくやったジャカン。彼はどこにいる。港の奥の方だ。あそこにあるのはデュフォート家の船じゃない。俺があるのを捕まえたらあそこに奴を放り込むね。奴と話したいなら今すぐ行動した方がいい。あの善良な倉庫長さんはもう長くないだろうからな。なるほどね。港は巡回されているのか。通常ならデュフォート家の騎士がそこら中にいるんだが誰も見ていないな。なるほど。だが超越騎士団はまた別だ。奴らは俺たちとあの船の間にある港を警備してる。誰に金を渡して騎士たちを遠ざけたかは知らんが、うまくやったもんだ。で、どうすればいい。とにかく船のところまで行って倉庫長が乗ってるかどうか確かめよう。わかった。潜入ミッションになるな、これは。ここね、船ね。いるんだよな、超越の騎士が。まるで自分たちの拠点かのようにいるんだよな。ちょっと待って、中を見たいな。あの中、いるな。普通に鎧着てないんだけど。つまりどういうことかっていうと拠点だよね、彼らね、今ここ。なんか嫌な予感がすごいする。デュフォート家が関わってるんじゃないか的な。いけないのこれ。これいけるでしょ。てかいるな、そこに。だチラチラ見つかりそうになったのか。いるね。喋れるのかな。あれ、ハククエスアリエル。話せない。こっちなんか違う感じすんな。いやいやいや、なぜ見つからんのだ。おかしいだろう、ミディ。
目の前通ってきてたけど。ここでは成功できそうにない。ちょっと待って、こんな間に挟まるとは。あいつ見つかるなあ、あいつに。あの船でしょ。なんとかうまくやり過ごせないもんか。いや、そもそもこっちじゃねえな。結局だな。結局ここから押し入らないとダメか。あ、見つかった。あんたならできる。俺もついてる。あったぞ。向こうから来たらいけたな、全然余裕で。そんな、そんなバカな。あ、くそ、くそ、くそ。なんなんだここ。ここからっぽいな。ああ。その価値がないものに真実を話したことがないわ。いや、上がれないなこれは。あ、ちょっと待って待って。はしごかかってないか。かかってね。ダメだ。ったく。出直しだこれは。なんなんだここ。ほっ、いけないの。ここいけねえわ。
いやーなんだよ、振り出しに戻るだな。上がれるか、ここ。ああ、もうせっかく乗ったのに。嘘でしょ、出られなくなった。なんだもう最初からやりましたまったく。ジャカン、あれ喋れる。今日は人手が足りないんだ。うちの大工の半分は西岸で妙な嵐の被害に遭った船の修理に行ってる。ネレイズなんとかって船だ。ネレイズなんとか、あなたに会うまでこんなに戦ったことなかった。ごめんね。なんとかできるよな。あそこだね。なんかねえか。何もない。生きてた。扉を見張る。頼むぞ。そこのお前、レディー・アラベルと一緒に港にいたな。そうだ。超越の魔術師が戻ったのかと思ったぞあいつは私を魔法で拷問したんだ。あの痛み、あの炎、体の内側からだぞ。助けてくれ、頼む。超越騎士団から賄賂を受け取っていたな。自業自得だ。
そうともゴールドに目がくらんだんだ。だが私は特別な積み荷や重要な乗客のこともアメノスのことも何も知らなかった。アメノスのこと、レディアラベルでさえあの船はバカロ教の会議にとって大事な物資を運んでるとしか言ってなかった。知っていることを全て話せ。超越の魔術師にリストを渡した。口が固く信用できる者たちと船が着岸した時に物資を回収する作業員のリストだ。だが全ては嘘だった。奴らは船長たちを捕らえ海辺に流れ着いた者を全員殺せと命じたんだ。超越の魔導士の正体を知っているか。知るわけなかろう。奴は私を信用しなかった。本当の名前は聞いてないし顔も見てない。だが奴は金持ちだ。それだけは確かさ。つまり貴族みたいな金持ちだ。王族のようだった。匂いでわかる。香水や石鹸とか豪勢な服でな。アメノスと言ったな。それはなんだ。北にある島だ囚人たちを送って始末するためのジャングルのような岩場さ。魔導士はアメノスで誰かを探すよう命じた。奴が誰を探してるのか知らんが、部下の騎士たちを浅瀬から島へ移動させてた。私が知ってるのはそれだけだ。縄をほどいてくれ。うん、分かった。逃がしてやる。こっから出てけ。ありがとう。この借りはきっと返すよ。約束だ。いい仕事だな。俺なら慈悲はかけないが、まあ情報は手に入った。邸宅で会おう。あんたは俺より慈悲深いな。見落としてることがないか、俺はもう少し周囲を調べるよ。あんたは別の場所を調べてくれ。その後邸宅で落ち合おう。彼が言ったことをどう思う。どうやら俺たちは正しかったようだな。ある貴族が超越騎士団を支援してる。モーナード家かデュフォート家の誰かだろうな。問題はそれが誰なのかってことだ。アメノスについては、そっちは役に立つ情報だな。しかし指導者たちがアメノスに行き着いてるとしたら、先に言っておくが、あそこに行くのは勘弁してもらいたいね。死の罠みたいな場所なんだでも慣れてるだろ、ああいうところ。よし、邸宅に戻るか。先に行ってくれ。俺は見逃しがないかどうか確認したい。ああ待て、ベイレシアに会ったら俺からの伝言を頼むよってな。いや、やめとこう。じゃあ邸宅でなまああれだな、意外とあれだな プレイボーイかと思いきや、なんかそんな感じじゃない時あるよねまあいいや、次行こう。次はこれだね、近いな。ナビル城から。ナビル城飛ぶか。おっと気づかれていない。この辺りなんだけど、苦しみを歌っている。リバナ、何か恐ろしいことが起こったの。リバナとベイレシア、聞こえるの？すごいわ。え、ああ来たのね。ちょうどよかった。アルケインの乱れについて調べようとしていて、ばったりリバナと会ったの。なんで？徐行者の地図にあった超越騎士団の場所から近いところよ。偶然とは考えにくい。アルケインの乱れとはどんなものだ？まだはっきりとは分からないの。レディ・アラベルの話から考えると、超越の魔導士がここの乱れの原因かもしれないわ。なるほどね。
リバナンは乱れの原因を特定しようとしている。あなたも協力してくれない？何をしてほしいんだ？リバナの儀式は複雑なものなの。彼女の準備を手伝いたい。必要な試薬を集めてきてくれる？ブルーミングソングの花が3本。ブルーミングソングの花が3本。なんで2回いた？アズールホタルが1匹。それがあれば儀式を始められるわ。なるほどね。ブルーミングソングの花が3本はだいぶ重要なんだな、きっと。で、資料はどこで見つかる？ブルーミングソングの花は、ここからすぐ北の森の中に生えているわ。鮮やかな青と紫の花が目印よ。うん。ホタルは森の中心にある湖付近に集まっているとリバナが言っていたわ。とても美しいのよ。なんか会話の間がおかしいな、君は。花とホタルを集めてくる。リバナ。手伝ってくれてありがとう。ああ、美しい。ブルーミングソングの花は森の霊魂とのつながりを強化し、ホタルは道を照らしてくれるはず。とにかく注意してあげて、繊細だから。てかあれだね、やっとあのドルイドの服が元に戻ったね。今までなんか銅の真ん中の部分があの真っ黒でなんかテクスじゃなかったけど。よかった、これで。なるほどね。で、ブルーミングソングの花3本。ブルーミングソングの花3本、手に入れてこよう、まず。そしてアズールホタル。綺麗だな、これ。これ湖だね。ドルイドの村があそこにある。あれは始まった湖の釣り穴。あれ、ドルイドオードリン。旅の人、気をつけて。腐敗がストーンロアモリを覆ってるんだ。野生動物は攻撃的になり、サークルからは見たことのない汚れをまき散らされてる。自然の均衡が崩れてるんだ。どんな腐敗について話しているんだ、君は。それを解明しようとしてるところ。なるほど。アークドルイドに調査を頼まれたけど、かつては従順だった森の獣を避けるので精一杯だった。浄化が必要な場所はいくつか見つけたけど、他のドルイドの支援がいる。この腐敗を浄化するには別のドルイドがいるのか。いや、ドルイドじゃなくてもいい。私でもいい。手を借りられればね。うん。地図に印をつけるよ。私が浄化の呪文を詠唱するから不純物を燃やしてほしい。そうすれば一時的にバランスが正され腐敗の根源を探せる。もちろん報酬は出すよ、サークルがね。腐敗の浄化をじゃあ手伝おう。腐敗が集中してる場所をいくつか探そう。私の呪文で汚れを浄化するから、その後で焼き払ってほしい。この病が島の他の場所へ広がる前に腐敗の根源を突き止められるといいんだけど。油断しないようにね。ストーンロア森はそんなに危ないのか。ううん、以前は島の中でも安全な場所だった。祖先が初めて来た時は聖なる森だと考えたくらいなんだ。うん。今では怪我された野生動物が理由もなく襲ってきて、一部のドルイドも影響を受けてる。なるほどね。森に害を与えている腐敗について他に知っていることは？残念だけどあまりない。影響に気づいたのは最近になってからなんだ。普段なら従順な獣が攻撃的になって、おかしな病気が草木に広がってる。アークドロイドに相談したら、最初は大騒ぎしすぎだと思われたよ。どのように説得してアークドロイドから調査の許可を得たんだ？アークドロイドアガシーを説得できる人なんて誰もいないよ。それでも森で何かおかしなことが起きてるってことは否定できなかった。それで調査とサークルの長老への報告を命じられたんだよ。なるほどね。で、長老は何と言ってた？まだ報告地に戻ってないんだ。腐敗を浄化するか発生源を突き止めるまでは報告することはないよ。まあ腐敗が一部のドルイドにも広がってることは話すべきかも。で、ドルイドが影響を受けたと言っていたな。そう、野生の獣たちと同じく攻撃的になった。
怪我されたドルイドに会ったら対処しないといけないかもしれないね。戦うってことか。でもあなたの助けと真の道の恵みがあればすぐサークルの長老に報告できる解決策が見つかるよ。真の道とはなんだ。私たちの教え、宗教とも言えるものだよ。ほう。真の道とは自然の摂理と価値、うん、そして自然の意志に導かれる生き方のこと自然はすべてイフレから来るものであり、ドルイドはイフレの意志の仲介者なんだ。なるほどね。イフレとは、うん、知ってるけどな。あなたの故郷ではイフレについて語られないのか。いや、そんなことはないんだよ。とりあえず聞いたんだ。語り部は、歌と森の神は、現在の霊魂は。イフレは自然が作られる基礎を築き、ニルンの生命に法則を生み出した。その道こそが真の道だ。なるほどね。イフレの司祭なのか、あなたは。司祭じゃないよ。私はストーンロアサークルのドルイド、教師であり治癒士であり助言者にして自然界の管理人イフレとアースボーンズの声は聞こえるし、アースボーンズその声に従うよう最善を尽くす。なんだろう、アースボーンズ。自然の法則が全ての行動を導いてくれるんだ。で、ドルイドがハイアールに来たのはいつの話だ。第一期の初期だね。だいぶ最初だね。ギレニオン朝と対立した後、祖先はイフレと関わりがあるこの諸島へやってきた、うん、到着した時ドルイドのサークルはストーンロア森を聖なる場所だと考えたんだ。なるほどね。ドルイドのサークルとは儀式のサークルと混同しないようにね。諸島のドルイドは誰もが3つあるグループのどれかに属してる。わかりやすく言うなら派閥だね。イフレの意思に対し共通の考え方を持つドルイドの集団だよ。うん、3つのサークルについて教えてくれないか。この森のドルイドはストーンロアサークルのものだ。自然を崇めながらもあらゆる文化を認めてる。ハイアイルの一部からは友好的なドルイドと見られてるよ。めったに改宗を求めず行動で示そうとするからね。なるほど。他の2つのサークルは。この辺りを歩いていればエルダータイドサークルには遭遇したんじゃない。ああ、なんかやべえ奴らは。ハイアイルの文明人に対する敵意を隠さないから気をつけた方がいい。なるほど。ファイアソングサークルについては私でさえよく知らないんだ。イフェロンの島を決して離れないからね。イフェロンの島、あの火山活動が活発なところからもしかしたら。で、腐敗を浄化する。なんか余計な仕事もらっちゃったな、マイカ。ついでにやろう。これがブルーミングソングの花。とっても怒られなかった。あれか、腐敗した鹿。腐敗してるね。腐敗が急速に広がってる、うん、浄化の魔法をかけるから死体を燃やして。わかった、今燃やす。これでいいんだな。すげえ、もう分かりやすく腐敗してたな。よし、腐敗したストーンロアドルイドやるべきなのか。腐敗しているのか君たちは。これは浄化しなくていいのか。腐敗してるな、あそこで。わかりやすい。はあ、腐敗が森中で広がってる。最初は植物、次に動物、そしてドルイドにまで影響が現れてる。どうやらそのようだね。燃やそう。
あそこだ。茂みが腐敗してる。魔法をかけたら浄化の火で燃やして。終わった。どうした。我々は森の霊魂、我々はエバーグロース。苦しんでいる。このドルイドは助けを求めているが、別のドルイドは真の道を見出した。浄妙の者よ、この森を保つ自然が崩壊する前に手を貸してほしい。うん、驚いた。エバーグロースは長い間言葉を発さなかったのに。どうやらお前の体を借りて私に話しかけてきたようだな。みっともないところを見せたね。みっともなかったの今の。これまで自然の霊魂に無理やり憑依されたことはなかったから、うん、腐敗がエバーグロースと関係してるか確信はなかったけど、これで確実になった。そしてドルイドが関わってることもね。不安だ。エバーグロースは何なんだ。エバーグロースはこの森を支配する存在だと私は理解してる、うん、この地に来た最初のドルイドたちはこの森を神聖視してたけど、均衡が危うかったんだ。そこで彼らはイフレの法を霊魂にしてこの地の支配権を与えた。それがエバーグロース。なるほど。私がこの森を助けようとしてるのに気づき手を貸してくれたんだよ。話によれば別のドルイドは真の道の均衡を崩しそうだ。うん、でもそのドルイドに悪意があったのか無知だったのかはわからない、うん、どちらにせよエバーグロースが屈服すれば腐敗の増殖は手に負えなくなる。サークルの長老に伝えないとね。村で会おう。わかった。ストーンロア森で、ストーンロア森の村で会おう。私たちの村は森の中心にある。あなたが着いたら私がアークドルイドと他の長老たちに発見したことを伝える、うん、アークドルイドとサークルの長老のことを教えてくれ。話すことはあまりないな。アークドルイドアガシーがここの共同体の監督者。村の長老の多くが顧問として彼女に仕え、真の道を歩む志願者や見習いの訓練に手を貸してる。なるほど。村に着いたら紹介するよ。うん、頼む。だがまだ私にもやることがあるんだ。変な匂いが。誰だ今。お前か。学者サーガラ。何をしてるんだここで。完全には理解できないと思うぞ、うん、あ、ここドルイドの村か。ここね。で、私のこれだ、アズールホタル。先にこれだったわ。いや待って、先に会おうか長老に。すごいね、溶岩が。ドルイド、ドル橋。ダークエルフだからって自然の世界とのつながりを求めないわけじゃない。私はストーンロアサークルで立場を確立するために努力した。真の道に出身など関係ない。教えに従うことが重要よ。なるほど。別にダークエルフをどうこう言ってないぞ。真の道は森や植物だけだと思うものが多いのだが、ストーンロアのドルイドはそれだけじゃないんだ。例えば溶岩の裂け目だ。あれを見て感動しない者などいないだろう。ダークエルフらしいね。ドルイドフィリック。ストーンロア森のドルイドはシストレス諸島であらゆる信仰が許されると信じるドルイドだ。ここでは真の道を信仰するが、別の信仰を持つ者に回収を進めることは決してない、うん、大事だよねそういうの。
いい村だなぁ。すごくいい村だなぁ。報告します。この人だ。この者の協力を得て調査中、エバーグロースが私を通じて語りました。森の霊魂が長きにわたりそのように現れてはおらぬぞ。確かなのか。ドルイド・オードリンの情報は信頼できるはずだ。さあ教えて、霊魂は何と言ったのだ。自然の均衡が崩れていると警告されました。この問題はドルイドが起こしたそうです。均衡、それなら腐敗の説明がつく。だがドルイドを責めるのか。証拠がないだろうに。では証拠を見つけます。お願い、サークルの儀式の場所に来て。どこに行けばいいんだ。サークルの儀式の場所、これか。ああ、イフレよ。ちょっと話して。祝福に感謝します。長老ウォーレン、私はこの森を50年近く世話してきたが、エバーグロースが言葉をかけてきたことはなかった。直接語りかけては来なかったのだ、でも実際この目で見たのです。アークドルイド・アガシー。若きオードリンは大胆な宣言をした。森の霊魂が彼女を通して語りかけていることは信じよう。だがドルイドの仲間が自然の均衡を崩しているなどありえぬ。我々の心情に真っ向から反する。ではアークドルイドは何をしているんだ。あなたが想像するようなことさ。この森に暮らすドルイドを監督し、真の道に新たに加わろうとする者たちに教えを説く。カリック長老とウォーレン長老は私に助言してくれる存在だ、ドルイド・オードリンをどうして信じてくれないんだ。オードリンには最大限の信頼を寄せている。信じていないのは気まぐれな自然の霊魂の言葉だよ。なるほど。オードリンと共にドルイドが腐敗を起こした証拠を探しておいで。ドルイドが元凶だとはっきりしたら問題解決に手を尽くそう、なんか優しいおばあちゃんだな顔が。カリック、長老カリック。自然の霊魂は時に気まぐれで危険だ。エバーグロースも例外ではない。気をつけて進め。若きオードリンが証拠もなしに告発して回るのを許してはならぬぞ。エバーグロースについてもっと教えてほしい。ストーンロアの最初のドルイドがこの聖なる森を見つけた時、守り育む霊魂はいなかった。最初のドルイドたちはエバーグロースを作り出してくださるようイフレに祈ったのだ。森の均衡を保つため、ドルイドたちはエバーグロースをこの地に拘束した。拘束？森の霊魂は囚人なのか。そういう見方もできるな。霊魂が土地に結びつくまで拘束が必要だったのだ。ひとたび結びついてしまえば解放する理由はなかった。エバーグロースが苦しめば森も苦しむ。ジュリア・ダマシップス。ストーンロア森での狩りは大好きよ。うららかで自然であふれていて、森に敬意を示して必要以上に狩らなければドルイドはとても有効的だしね。なるほど。なんか別にあれだね、ドルイドだけがここに住んでるわけじゃないんだね、ドルイド・ラフトリウス。すごいな、この人が溶岩を吹き出させてんのか。そういうわけじゃなくて、あ、一応あれだね、不法侵入になっちゃう、入れない。
女王が自らレンチャント工作を森もこの村も美しいだろう。オーク騎士団での務めでここへ学びに来られてよかった。一人前の騎士になったらここへ戻って森の霊魂と交信するつもりなんだよ。なるほど、オーク騎士団はここにいるの。なんか志願者にダークエルフ多いな。私はただの志願者でストーンロアサークルに入って間もないの。森の腐敗の話を聞いたけどすごく心配。可愛らしい。いや、いい森だ、いい村だな。丸太のようにぐっすり眠れそう。で、とりあえずあれか、儀式の近くの火災活動が島の土壌に影響を与えているのは間違いない。うん、今度は何なの？この者は祈り続けているけれど、森はまだおかしい。何かが変だけど、アークドロイドは何でもないと言ってる。空に不吉な暗い雲がかかっていても、虹が見えるとでも言われそうなの。なるほど。あんまり信用できないと。何かを隠していると。こっち。どうしたらいいの？サークルの長老たちはドルイドがこの災害を起こしたと考えたくないみたい。うん、それに彼らの声にはエバーグロースへの疑念が混じってた。そんな感じだったな。私たちのサークルの者がこの不均衡の元凶だと証明しないと。で、この後どうするんだ？調査を手伝って。ドルイドが腐敗に関わった痕跡を村で見つけてほしい。小屋を調べてドルイドたちに尋ねてみて。なるほど。ここの誰かあるいは何かが腐敗の根源に導いてくれるはず、きっとね。エバーグロースはどうする？もう一度呼びかけてくるまで待つよ。来ないなら考えがあるけど、まずはこの状況を生み出したドルイドを見つけないと。うん、私は見極めたい。この腐敗が事故だったのか、それとも意図的に引き起こされたものなのかをね。なるほどね。手伝おう。村をとりあえず調べるぞと。まずは類どこれった。あら、ドルイドオードリンがお客を連れてきたようね。何のご用？かわいいね。森に広がる腐敗のこと知ってるか？森にいる動物が苦しんでいることには気づいてたわ。アークドルイドアガシーに話したら調べてみると言ってた。うん、教えてくれてありがとう。うん、アークドルイドに話したとき腐敗のことは初めて聞いたって様子だったのに。なんか嘘ついてるのか？やはりなんかあるの？ドルイド見ろ。ごきげんよう。お前の顔に覚えはないが、ドルイドオードリンはよく知ってる。何の御用かな？森に広がる腐敗のことを知っているか？
残念だが大して知らないよ。腐敗した動物のせいで森の採集が危険になったということだけだ。そうだ、最近アンダーグローブ内の結界から乱れを感じた。力の波が走り抜けたようだった。つながりはありそうか。アンダーグローブとは何だ、結界とは何のことだ。島の火山の裂け目は様々な空間を地下に作る。なるほど。ここの下にも巨大な洞窟があって、そこはアンダーグローブと呼ばれている。アークドルイドの許しがなければ誰も入れない場所だよ。結界は森の霊魂と関わりがあるんだ。森の霊魂、エバーグロースのことか。そう、エバーグロースだ。驚いたよ、まさか古代の名称を知っているとはね。結界は霊魂と森の絆を強めているはずだが、私の専門じゃない。だが素質があるからか感知はできたんだ。うん、教えてくれてありがとう。アンダーグローブ、時間はないの。あそこへ行けるのはアークドロイドだけなのに。なんかもうアークドロイドが怪しくなってきたな。いよいよ何かを隠しているし。なんだ、エバーグロースの回復儀式。エバーグロースと我らが聖なる森との絆を強めるためイフレの力を請う。我らの霊魂をこの呪われた土地に結びつける拘束を取り除くため、我らはウッターの神の力を請う。おおイフレよ、この犠牲を受け入れたまえ、皆が真の道を歩むために。儀式、ドルイドが原因である証拠だよ。見て、2行目に間違いがある。回復というべきところを除去と書いてある。これが原因なの。何かを除去してしまったのか。近くの火山活動が島の土壌に影響を与えているのは間違いない。あの裏手にいるな。ドラウフルがいない。他のストーンルアサークルのドルイドたちは村を訪れる者を誰でも信用するかもしれないが、私は違う。少しは警戒するべきなんだ。キツネは鶏を食べるんだからな。確かに大事かもしれない、そういう。腐敗が女カゴ。あの儀式の呪物からは森に広がる腐敗の気配がする。誰のものだろう。誰のものだろうな。アークドルイドを説得するために必要なものは全て揃った。見つけたものを確認しよう。腐敗した呪物についてどう思う。ドルイドが使う儀式の呪物だ、間違いない。私も儀式を行うときに使うからね。これは森を苦しめるのと同じ腐敗をまとってる、間違いない。この呪物は腐敗を解放した儀式に使われたものだね。見つかった回復の儀式についてどう思う。誰かが急いで書いたみたい。真ん中の説が明らかに間違ってる。回復とすべきところが除去と書かれてる。その間違いだけでも儀式が行われた時に危険な影響を与えかねない。うん、話をしたドルイド2人はあの情報についてどう思うんだ。アンダーグローブの結界を誰かが、あるいは何かが乱したんだ。おそらく儀式が行われた時だね。それにアークドルイドは私の報告を聞く前から腐敗のことを知ってたのに知らないふりをしたみたい。これらの結界の目的は何だ。詳しくは知らないけど、エバーグロースはアンダーグローブに存在してるって教わった。結界は森へつなぐのと同時にエバーグロースを拘束してるんだって。うん、アークドルイドと話そう。この時間はいつも森の北にいる。なるほど、わかった。森の北で会おう。森の北で会おう。やめなさい。よし、ボイアントアーミガーに入れたかも。そうだな、なぜ入らなかったんだ。いましたぞ。アークドルイド？え？そんな、彼女が腐敗を広めてるんだ。オールウィザーが私の中に
逆らえぬのだ。彼女はどこ？エヴァクロス。同僚の者よ、話そう。森の栄光が必要としている。エヴァクロス。我々はエヴァクロス。お前が探すものは腐敗を刻み込まれている。我々はアンダーグローブの女を覚えている。あの者が汚れを大地に解き放った。これはみんなアークドルイドのせいなのか。アークドルイドは我々の校則を更新しようとしたが、この古代の呪文にはほころびが生じていたのだ。我々の中のオールウィザーの部分が彼女を騙し、彼女は誤った言葉を発した。そしてオールウィザーは自由に腐敗を広められるようになり、森全体が危機に瀕しているのだ。アークドルイドもウォールウィザーのことを言っていた。何のことだ。ウォールウィザーは我々の一部。古代のドルイドに呼び出され具現化した自然の霊魂。この聖なる森では自然の法則が柔軟になるのだ。その法を強化するためにドルイドは我々をここに拘束した。だが自然とは循環するもの。循環。一旦には生、一旦には死。我々は命を育む成長であり、同時に全てを枯らす腐敗である。我々の腐敗の部分がオールウィザー。それは今や自由となった。腐敗が完全に根付けばエヴァーグロースは終わる。残るのはオールウィザーだけだ。手を貸してくれるか。何をしたらいい。ドルイドに我々の言葉を伝えよ。かつて彼らは我々を呼び出して封じた。もう一度できるはずだ。だが急がせよ。腐敗が我々を取り込んでしまう。もうすぐオールウィザーを防げなくなる。分かった、ドルイドに伝えよう。何回経験しても私これには絶対になれないと思う。だろうな。村に戻って長老にエヴァーグロースが言ったことを伝えて、私もすぐ行く。この腐敗は何とかしなきゃいけないんじゃないのか。まあそれは任せる。私はドルイドに伝えよう。サークルの長老はさっきのところかな。短期戦役から離れられてよかった。あそこだな。興奮してる。長老カリック、アークドルイドについて心配なことが。落ち着け、オードリン。何が起こったのだ。エヴァーグロースは彼女が拘束の儀式を行ったと言っています。でも失敗してオールウィザーを解放してしまったと。腐敗の原因はアークドルイドだというのか。オールウィザーを解放しただと。ああ、森はおしまいだ。我々はエヴァーグロース。我々は助けを申し出よう。ただし条件をつけさせてほしい。アークドルイドがアンダーグローブから戻った。今もオールウィザーは我々を飲み込むため、腐敗の拡散を早めるよう彼女を突き動かしている。弱った我々ではオールウィザーが森を滑る霊魂になることを止められない。止めるのに力を貸すと言っただろう。力は貸せる。だがそれにはお前とこのドルイドが我々をここに封じる結界を破壊しなければならない。そうすれば均衡を回復する力を取り戻し、オールウィザーを循環の本来の場所に戻せる。前はドルイドに拘束を回復させろと言っていたが、今度は壊せたいのか。
オールウィザーの行動が早かったのだ。すでに我々の力が弱まり、まとまりを失いつつあるのを感じる。残った拘束のかけらは腐敗しており、痛みを増すばかりだ。我々を解放すれば、未だ腐敗していない森から力を引き出し助けられる。ここに拘束する結界がなくなったら、単に森を捨ててしまわないか。我々は森の霊魂、均衡を保ち真の道を維持する者。自らの責務は自覚している。我々を信じよ。協力すれば腐敗を止め、森を状態に復せる。決断を下すのだ。残された時間は少ない。長老、エバーグロースの言葉に従うため、アンダーグローブへ入る許可をください。何としてもオールウィザーを止めないと。オールウィザーの思う壺になるかもしれぬ。だが、行け。腐敗を食い止めるため、こちらでもできる限りのことをしよう。よし、やろう。レイコンはアンダーグローブに入り、拘束から解き放つことを求めてる。そうすればオールウィザーを制圧できると言ってた。エバーグロースとつながってる間、偽りは感じなかった。正直に話してたと思う。どうやってアンダーグローブに入るんだ？入り口は森の北にある。そこで合流しよう。アンダーグローブに入ったことはないから、何が出てくるか全くわからない。だから油断せず、あらゆるものに備えて。アンダーグローブに入ったらどうする？腐敗した結界を探す。なるほど。私は浄化、あなたは破壊。森でやったのと一緒。なるほどね。最初の結界を片付ければアンダーグローブの中央の部屋が開く。そうすれば最後の封印の結界を破壊でき、霊魂を解放できるはず。入ったことないのによく詳しいね。よし、行こうか。来たね。すごいバランスであるね、ここに。この岩は。森の北。おっと、見てなかった。ああ、ゼニタールよ。強欲の時代にあなたの価値が忘れられていないとお示しください。何のイベントだこれは。お前が一生働けて財布を満たせるようにゼニタールの加護を願うよ。挑戦するつもりなら、我らが安楽の提供者について質問しよう。正しく答えることができれば価値のある報酬を渡すと約束するぞ。なんだそれ。ゼニタールに関する質問に答えよう。素晴らしい。どれだけ詳しいか楽しみだ。大修道院にいるゼニタールの他の信者は私の問答を嫌がる。難しくて疲れるらしい。だがゼニタールの恵みはただじゃ受け取れない。本当に準備はいいんだな。ああ、もちろんだ。多くの信者が口にするゼニタールの特進者とは何のことだ？ゼニタールの特進者。なんだろう。ゼニタールの教えが刻まれた聖なる書。正解だ。違った。ベルカースで祭りが催されている。あそこで労働の神について聞くといい。もちろん少し考えてからもう一度質問に答えてもいいぞ。なんかこれあれだね。今のイベント特有のやつなのかな。
盗みになっちゃった。もう話せない。初めて見たんな。アンダーグローブ。魔法の結界はベーコンを森に拘束してる。その結界を浄化し破壊しないと。なるほどな。気持ち悪いな。壁に張り付いた方が。そういうことか。あんたに勝ち目はないよ。あれだ。結界を浄化したら破壊をお願い。わかった。よし。オールウィザー、万物のあるべき終焉。やばくなってんな。今のが最後？腐敗と荒廃を避けることはできぬ。急がないと。あれ、ホタル取っちゃったかな、もしかしたら。我々は森の先へ広がっていく。全ての大地は枯れ果てて尽きる。ここにはもう結界がないみたい。これで中央の部屋に入れるはずだよ。中央の部屋な。そこでレイコンを解放しよう。わかった。顔だ。こうホタルがね、ホタルをね取っちゃうとね、ミディが怒んのよ。可愛い虫をなんで。だけどそこら辺にうろちょろしてるから、戦闘中になんかね、例えば落ちているアイテムを拾ったりするときにホタル取っちゃうことあんのよ。その都度怒られる。最後の結界はこの辺りのはず。探して壊そう。どこにあるんだ。あそこだ。にうまくいったと伝えよう。わかった。これでいいんだな、とりあえず。でもう一回でも拘束しなきゃなんないでしょ、エヴァーグロースを。こんなところに出てくるとは。あそこになんかいない？違う、ただの模様だった。よいしょ。ストーンロアホールズ。なるほど。
これまた綺麗なネレイドさんがいるね。有効的なネレイドいないのかな。で飛ぼうか近くに。よくやった。こちらも役場を果たそう。オールウィザーは本来の場所、循環の自然な一部に戻った。これで貧困は正された。森の霊魂に感謝を。冒険者よ、エヴァーグロースが話したいようだ。わかった。我々を信じてくれたお前とこのドルイドに感謝しよう。今、自然の均衡は再生した。オールウィザーに何が起きたんだ。オールウィザーは我々の一部、死が生命の一部であるようにな。彼らは本来あるべき自然の位置へと戻った。我々は状態に復し、この聖なる森の均衡を保つ。では腐敗は消えたのか。腐敗した動物たちはまだ残っていようが、ドルイドたちが対処できよう。それ以外の危機は去った。上妙の者、感謝するぞ。お前の道に恵みが絶えぬよう祈ろう。ありがとう。エヴァーグロースはもう安全だって言ってる。聖なる仕事を続けていけるはずだ。当面はな。高速の結界を取り除いたことを後悔することにならねばいいが、様子を見よう。冒険者、ちょっと話せる？アークドルイドは自分の手で結界を更新しようとしてオールウィザーに取り込まれてしまったんだね。そうだな。でも私たちはエヴァーグロースを再生させ、腐敗の拡散を止めることができた。これからどうなる、オードリー？これから森はいつもの生活に戻るよ。ただし拘束する結界がない以上、エヴァーグロースとの関わり方を変える必要があるかもね。満足させておきたいから。そうだ、忘れる前にこれを渡しておくよ。ストーンロアサークルからのお礼の気持ち。ありがとう。今回のことを考慮したのだが、ウォードリン、お前をサークルの長老とし、エヴァーグロースとの調停者に任命したい。ドルイド・オードリンが長老？しかも調停者なんて、まあいい。長老？調停者？なんと言ったらいいのか。この若さで承諾してくれないのか。お前は森の霊魂と非凡なる絆を築き、その力を証明してくれた。その名と責務を負うにふさわしいだろう。私は、もちろん引き受けます。よかったね。信じられる？私が長老？それもサークルと森の霊魂の調停者だなんて、すごい名誉。アークドルイドアガシはこれからどうなるんだ。まだわからない。彼女だけじゃなく、腐敗の影響を受けたドルイドも。元に戻せるかどうか様子を見るしかない。腕利きの治癒士に頼むよ。エヴァーグロースにも相談するつもり。それが調停者としての今の仕事。なるほどね。調停者はどんなことをするんだ。エヴァーグロースと話をするのが仕事かな。それから森を再生し、残った腐敗を取り除くのを手伝ってもらう。腐敗させられたドルイドとアークドルイドを救えたら最高だね。みんなを助けるためなら何でもするよ。頑張れ。ス
ストーンロア森とドルイドのサークルはお前に永遠なる感謝を捧げる。いつでもお前を歓迎しよう。ありがとう、カリック長老。エバーグロースはいつ私と話してくれるだろうか。私は自分の価値を証明する必要があるということだろう。特別に美しい木を探すか、それとも見事な草の葉か。なるほど。そういう人には多分話しかけてこないんじゃないか。さてと、こっちじゃねえや。このまま湖を進むべきだ。ホタルを取るの、アズールホタルね。いた。これは取っていいのか、メンリー。取るぞ。あ、大丈夫だ。水がきれい。で、リバナに話すと。リバナもストーンロア森のサークルの人なのかな。なんか言ってたよな、そういえば、うん、持ってきたよ。見せて。うん、花はいい状態だし、ホタルも元気そうね。ありがとう。敬意を持って扱ってくれたのがよくわかるわ。きっと森も同じように敬意を払ってくれるはずよ。それじゃ始めましょう。やろうとしている儀式について教えてくれないか。すべてのものはつながっているの。自然の霊魂はあらゆるものの中に住んでいる。揺れる木々や咲き誇る花々、光り輝くホタルの中に。彼らの歌声に耳を澄ませている私たちでさえ聞き取りにくいこともあるけれど、声は存在しているの。どう？あなたには聞こえる？いや、わからない。なぜそれが儀式と関連するんだ？森は苦しんでいるわ。そばにあるすべてのものが感じる悲しみを反映してね。この儀式は岩や木や虫たちに知っていることを教えてくれるよう頼むものよ。この乱れの原因に導いてくれるように。つながることができれば答えが見つかるでしょう。わかった。それでどうなる？儀式を行って手がかりがどこへ通じるか確かめるわ。下がっていて、すぐに終わる。わかった、任せよ。頼む。大地の骨よ、荒野の精霊よ、しもべへと歌を届け、苦しみの源に導きたまえ。見て、どこ？精霊が使者を送ってきたわ。あ、綺麗。友よ、ホタルを追って。わかった。乱れの源に連れて行ってくれるわ。ありがとう、ホタル。輝いてるね。早い。なるほど、この辺りに多分ありましたね。古いドルイドサークル？ここに？なぜ私は知らなかったの？マジカがまだ漂っている。強力な呪文が唱えられたのね。なんかクリスタルが置いてあるぞ。これが自鉄鋼？あの石には古代の力が込められていた。ベイレシアの魔法に似た力がね。ハイアイルの地下深くで炎が燃えている。昔のドルイドはその力と交信した。
危険な誘惑よ。なるほど。すごいわね。ドルイドの儀式のサークルに来たのは初めてなの。辺りを調べて、最近どんな魔法が使われたのか突き止めましょう。うん。これはドルイドの古い儀式のサークルだけど、しばらく使われていないわね。ここにあることさえ知らなかったわ。でも最近誰かが魔法を使った痕跡がある。自然の魔法じゃないわ。うん、少なくとも普通のものじゃない。普通のものじゃない。ひび割れた杖。ひび割れた杖。栄勝者が呪文を制御できないとこうなるのよ。なるほど。魔法がかかったジテッコ、ひび割れた杖、煙の出る裂け目。かつて島にいた古代のドルイドが使った場所に残されてる。不思議ね。ここで何が起こったかわかるか。そうね。この杖は明らかにブレトンの魔術と関係しているものね。間違いなくドルイドのものではないわ。うん。ひび割れた杖は悪い兆しよ。ここで奴らが何をしていたのかはわからないけど、騎士団が望んでいた結果は得られなかったんだと思う。それにジテッコ、私は前にこういう石を使ったことがあるの。私もあるんだ実は。遠距離からマジカを集中させるためのものよ。ジテッコは組になっていて、二つの点の間に交流リンクを形成するもの。つまりこの呪文はこのサークルの外に向けられていたのよ。私が知ってるやつと違うな。ヨガの裂け目については、この儀式を行った者はハイアイルの深い魔術の力を引き出そうとしたのね。間違いないわ。ここの地表の下にある力はとても魅惑的だわ。リバナも同じことを言うだろうけど、この力を使うことと制御することは同じじゃない。どんな儀式が行われたかわかるか。確実にはわからないけど推測はできる。同盟の船を破壊した嵐を召喚するためにこの場所を利用したと仮定すれば、超越の魔導士が魔力を制御しきれなかったのは明らかよ。結果は彼が期待していたものと違っていた。そして今騎士団は混乱している。なるほどな。分かったことをレディアラベルに伝えよう。これらをマンドレーク邸に持ち帰りましょう。あそこならもっと詳しく調べられる。うん、リバナ、もしよければここに漂う乱れの解除を手伝うわ。サークルを代表して感謝するわ、ベイレシア。これはすぐには乱れは治りそうにないね。なんかいいよね、こうデイドラコーとかの影響が全く見えてこないあたり。今までずっとね、こう対デイドラだったりね、まあ、対ドラゴンだったりしたものですから、まあ、それはそれでいいんだけど、こう対人間というかね、もちろんその奥に何が隠されているのかもまだわからないからね、確かなことは言えませんけど、こういうなんか問題に巻き込まれるのもいいわけねえか。いいわけはねえな。崩れたまんまだな、やっぱりな。よかった、心配し始めてたところよ。さあ、あったことをすべて聞かせて。地図にあった場所で何か分かったの？
裏切り者はジテッコを船に置き、嵐を船に引き寄せたことが分かった。裏切り者か。そうだ、これで私たちの疑いが裏付けられたわね。でもジテッコは強力なアルケインのフォーカスよ。他には何を見つけたの？その中にはドルイドの儀式サークルがあった。そこでもジテッコを見つけた。船と儀式の場にジテッコがあったの？うん、超越の魔導士はそうやって船を嵐の標的にしたのね。なるほど。ではあの嵐は船を遅らせ、騎士団に同盟の指導者を捕らえる機会を与えるためのものだったの？いや、嵐で殺そうとしたことを示す手紙はあったが、ベイレシアは彼らが儀式の制御を失ったと考えている。では超越の魔導士も全てを制御できているわけではないということね。それはいい知らせだわ。それに騎士団は同盟の指導者たちがまだ生きていると考えている。積極的に彼らを探しているからね。騎士団より先に指導者たちを見つけないと、うん、で倉庫長を見つけた。騎士団が調査を、浅瀬からアメノスに移したと言っていたな。アメノスね。そう、指導者たちがあの神に見捨てられた島に流れ着いた可能性はあると思うわ。あそこにどう近づくべきか考えておくわ。あなたはシップレックショールズに行ってツゾ船長を手伝ってほしい。わかった。あなたが到着する直前に緊急の伝言を受け取ったの。じゃあそこに向かって船長を手伝おう。ショールズは墓場よ。ハイアイルとアメノスの間の海峡で不運な終わりを迎えた船が眠る場所。ツゾ船長を助けに行って、緊急の用事みたいだから。なるほど。ツゾ船長はシップレックショールズで何をしてんの？私はツゾとザジを北岸沿いに派遣して、ナンパ船か同盟の指導者たちを捜索するように頼んだの。うん、ツゾの伝言は単刀直入だったわ。彼は何かを見つけて助けを必要としている。あなたが最初に戻ってきたから、あなたに仕事を任せるわ。なるほどね。シップレックショールズにはどうやって行けるんだ？島の北岸から小さな船に乗るのよ。デュフォート造船所の西岸に船があるわ。なるほどね。分かった、そこに行こう。シップレックショールズは北岸にあるわ。デュフォート造船所のすぐ西よ。他のメンバーはいないの？中庭？中庭なんてあったのか。へえ、綺麗な中庭。カリン船長の記録。へえ、ちょっと待って、これ面白そうだな。新たな公開、契約相手レディアラベルダーボー、通常の倍の料金、保証人はウェイレストの、財務省のエドウィン・ゲーリング。その1、ウェイレスト、空は灰色だが落ち着いている。もう何日もここで足湯を休めている。コッパーとかいうあのダガーの輪の女、とてつもないカード名人だ。口数は少ないがよく勝つ。うちの積み荷についても二言以上は口にしない。なるほどね。ついに出航だ。南西へ航路を定めよう。余計なことを聞くな。乗船してきた護衛大将の貴族はえらく、派手だった。あの上流階級の者たちが必死に目立たないようにしていることに誰も気づかないでいてくれるといいが。その3、ダガホールを通過中。天候は安定している。上級王エメリックはあれでごまかしているつもりなんだろうか。あの声ではどこにいてもわかる。あの男の肺活量はノルドのスカルドン並みだし、船全体に聞こえるくらい大声で喋っている。乗組員たちが下を向いて口を閉じていることを祈るしかない。上級王はようやく秘密を打ち明けた。迫ったので他の選択肢がなかったようだ。シストレス諸島へ向かうことになった。ドミニオンとパクトの旗を掲げる船2隻と途中で合流する。何かの首脳会議だろう。首脳会談だろう。かけてもいい。とはいえ、賭け事をしないのが今日の私の仕事だ。ストルセム海の西側。天候は晴れ、安定している。パーフェクトパウンスとカマルズベインに合流。ザジ船長とツゾ船長の評判は聞いていたが、直接会うのは初めてだ。沖合で信号を使って合図することを直接沖合で信号を使って合図することを直接会うと言っていいかどうかは微妙だが、まあそれに近い。残りの航海は一緒に向かうのだろう。その9、アービンシャン海。天候は変わりやすい。
天候の動きは妙だ。この海域は10回以上も航海しているが、こんな状態になるのは見たことがない。巨像の姿が見えてくるまでにこのスコールが止むことを祈ろう。その間読者の、遅れを取り戻すウェイレストを出る前に、読者の遅れを取り戻す、ウェイレストを出る前に大輪ウィロリアンの、欲望と恋人たちと、捜査官ベイルの最新作呪われた灯台を手に入れた。これで本土に戻るまでの暇つぶしになるだろう。その12、シストレス、死人確認、好転、ハイアイロを確認するや否や激しい嵐に襲われた。乗組員全員に命綱をつけるよう呼びかけ、甲板下にまで行って陛下に荒れた海へ備えるよう伝えた。衛兵たちは喜ばなかったが王は喜んでいた。笑ってしまう。この嵐では船団を維持できない。嵐はどこからともなくやってきた。ここらの海でこんな経験はしたことがない。これが最後の記録になるかもしれない。海はデューンリッパーの、シーのように大揺れしている。ゴンファローネ岬から光が差さないので、我々は盲目だ。シリガル女のターバメ、私に借りがあるだろう。生き延びさせろ。こんなところでくじけてはいられない。いつものように船員たちと一緒に生き延びる。捜査官バイシャル。シャンブルの宮廷パート1。捜査官ベイルだ。どうしてバイシャルって呼んだんだ今。よし。